はい、今日はビッグに変形デカパトロールカーを紹介します。こちらが外観になってます。大きくてかっこいいボディですね。さて、サイドの方はというと、こういった形でトミカパトロールポリスとステッカーがあります。そして後ろですが、こういう形になっていて、ここねトミカが収納できるんですね。そしてここにはナンバープレートがあります。もう一方の、ね、側面も見ていくと、同じくトミカパトロールポリスとありますね。大きなパトカーで迫力があります。ね、ここにボタンがあるんですけど、押してみましょうか。アナウンスが鳴って緊急車両が通りますと、みんなに警告してるね。これを走らせながら事件現場まで急ぎましょう。はい、それでは変形させていきましょう。ここにねボタンが2つあるんですけど、この左を押すと大きな音とともにパトロールカーが変形します。上の部分がせり上がりました。そしてこの前の部分もパカッと開いて基地モードになります。ここもね開きます。はい、基地モードになったんですけど、ここから見ていきましょう。ここは給油スタンドですね。パトロールから帰ってきた車を給油することができます。そして左側を見ると、ここはメンテナンスエリアです。故障とかね、何かあった時のメンテナンスをここですることができます。続いてここが指令室、3台ね収納できるようになっていて、そこでこのボタンを押すと、おー、緊急出動で真ん中にあるトミカが出ていきますね。そしてここにもトミカが収納されていて、緊急出動できるようになってます。こっちもね緊急出動。そして後ろに入れていたトミカなんですけど、このボタンを押すと続々と発射されていきます。はい、このね上の部分ね、せり上がってきます。かっこよく変身して、その中にはヘリポート、ここにヘリが到着。これでいろんな緊急事態に備えることができます。そしてこの基地の状態でボタンを押すと、このように出動体制のアナウンスが鳴ります。はい、に変身デカパトロールカーはどうでしたでしょうか。さまざまなね機能があって、いろんな車を収納することができます。今回はねパトカーはないんですけれども、全部パトカーで揃えるとかなりかっこよくなると思うので、ぜひ揃えてみてください。バイバーイ。